では2時間目終わります。気をつけて。危なかった危なかった。ドスレスと出てく。まこと何書いてんの。じゃーん、でっかい迷路。すげー、やりたい。いいよ、ゴールないけど。でっかい迷路職人。かける何してんの。なんでもない。怪しい。こりゃ、おー、ちょっとやめろよ。パーティングラでこそこそ。あー、鬼ごっこ楽しかった。あっちー、窓開けよう。涼しい。もつな空気感。もういいかい、探すぞ。あ、たかし見つけた。僕もかくれんぼやめたの。さっきケンジたちの鬼ごっこに混ぜてもらったの。ほな、突然の裏切り。休み時間です。ハイタッチ。マナちゃん鬼。いきなりハイタッチ。マコトくん鬼。普通に鬼ごっこ開始。今日の休み時間何する。どうする。何しよっか。何しようかな。結局何もできない。よっしゃ、ドッジボールやる人みんなで体育館行こう。僕とさくらちゃんごっこする人集まれ。仕切り役。僕も鬼ごっこ入れて。いいよ。私も。私も。僕も。俺も俺も。わしもじゃ。途中からめっちゃ参戦。あ、休み時間終わりだ。やばいやばい、急げ。ベル鳴り終わるまでに教室戻らなくちゃ。間に合い。タイムダッシュ。桐山くん、今日の休み時間鬼ごっこしよう。いいよ。イエー、鬼ごっこしよう。やっぱ今日はどっちする。鬼ごっこは断固拒否。約束を破る。はい、では休み時間です。先生も一緒にどっちしよう。ねえ、今日くらいいいじゃん。はい、よーい、スタート。先生巻き込みたがる。ではこの問題を誠くん。わかりました。イエーイ、休み時間だ。さくらちゃんと結婚しよう。非常にハイテンション。休み時間楽しかった。あれ、かけるは南野くんたちとサッカーしてなかった。あー、骨折してさっき病院行ったよ。絶対食べ過ぎじゃん。骨折からの病院。はい、では5時間目始めます。先生、トイレ行きたい。バックボーン。休み時間中に行かない。ちょっと姫様、冗談でしょ。キスの前に目覚め。